ハンス・ガイガーは、ドイツの物理学者である。放射線量を測定する、ガイガー・ミュラー係数間の発明や、原子核の発見につながった、ガイガー・マースデンの実験、アルファー線の否定と半減期との関係を示した、ガイガー・ヌッタルの法則の提唱で知られる。現在のラインラントップ・ファルツ州、ノイシュタット・アンデア・バインシュトラーセに生まれた。父親は、インド学者で、 エアランゲン大学の教授のウィルヘルム・ガイガー、弟は気象学者のルドルフ・ガイガーである。1902年からエアランゲン大学で物理学と数学を学び、1906年に博士号を得た。1907年からマンチェスター大学物理学教授のアーネスト・ラザ・フォードの下で働き、1909年にガイガー・マースデンの実験を行った。 1911年には、ガイガー・ヌッタルの法則を定式化し、原子の構造を明らかにした実験を行った。1912年に、ベルリンの連邦物理工学研究所のリーダーとなり、1925年、クリスティアン・アルブレヒト大学・キールの教授となった。1928年に、バルター・ミューラーとガイガー・ミューラー係数管を開発した。ガイガーは、ナチス政権下で、 中便ン,ン大学とベルリン大学の教授職を得たので、ナチスとの関係が問題にされるが、ガイガーは1945年の彼の死まで政治的な発言の記録は残っていない。1929年にヒューズメダルを受賞した。ポツダムにて没。ありがとうございます。